はい、皆さんありがとうございます。見てくださって、え、なんかすごい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 、ファンの方がすごい、なんかいっぱい、なんかすごい飛行機、ありがとうございます。ありがとうございます。このように5月6日から発売日の前日の5月11日まで20時から21時にコラボリレー配信をお届けしていきますので、1組目の配信が終わったら次のペアルームに移動する形でショールーム内を移動しながらみんなでリレー配信を楽しんでいただけたらいいなと思っております。はい、そして今回のショールーム配信では特別な仕組みを用意しています。こちらです、じゃん。なんとこの配信中にショールームから14枚目シングル君と読解行きたいの通常版を予約購入できるようになっています。すごい。さらに配信中に購入していただいたお客様全員に配信している HKT48 メンバーの2インチサイズの君をどこかへ貼りたいシールをプレゼントいたします。またそのうちのいくつかはメンバー直筆サイン入りのシールがランダムで含まれています。シールの絵柄は配信をしているメンバー2名のうちどちらか1名選んで購入していただけますので、私たち2人のシールをゲットしてもらえると嬉しいです。じゃん、シール。そう、なんかね、すごいですよ。なんか最近みたいな感じ、ね、可愛いよね。こんな感じ。おしゃんおしゃん。かわいい。みきちゃん、ツインテールとかしちゃってるよ。かわいい。いや、なんかさ、こんな時間でもこんな元気なの本当にすごいと思う。新規パワー。いや、本当にすごい。ありがとう。さっきからね、ずっとパワーくれるの。本当に優しいね。はい、ちなみに予約購入の方法は画面に表示されているショッピングカートのボタンを押すと購入画面が表示になります。表示されるようになっていますので、こちらからお願いします。ただし商品の発送が遅れてしまう可能性がありますので、その点だけご了承いただいて CD の到着をお待ちください。はい、2人でなんかやるのはすごいね。なんかすごい本当にね、元気です。元気もらえちゃう。ファンの方も元気をもらえてるんじゃないでしょうか。みんないぶき可愛いって言ってますよ。ありがとうございます。でもいぶちゃんは21時までなので、さっさと進んでいけたらいいなと思います。バンって終わる。それではもう早速企画に行っていきましょう。一つ目の企画は君とどこかへ行きたい MV プレゼント企画。イエーイ。交換音パフパフ。こちらは5月5日に公開となった君とどこかへ行きたいの MV の中で、ここがすごくいいと思うポイントのカットを紹介しながら、それについてどんなところがいいと思うのかとか、撮影の時の裏話などを語っていこうという企画です。今回はツバメ選抜と水尾選抜で2パターン兄弟曲の MV があるので、それぞれの自分のチームの MV を解説していければなと思っております。ちなみに視聴者さんの皆さんは、もう MV は見てくれましたよね。うん、見たよ。あ、ありがとう。では、私からツバメ選抜の MV の印象的なカットを発表したいと思います。はい。こちらです。じゃーん。じゃーん。ここは、皆さんと分かると思うんですけども、最初の方にさ、出てきた私のアップのところなんですけれども、キョトンとしているように見えるじゃないですか。でも実はこれ裏話があって、本当に気持ちを込めて、やっぱりそのドラマのシーンのね、内容があるので気持ちを込めてたんですけど、すっごく本当は笑いそうになってて、実はヒクヒクしてて、ここが実はなんでかっていうと、ナッピーと向かい合ってるシーンだったんですけど、後ろからナッピーの後ろから撮ってるんだよね、カメラ。だけどナッピーのポーしか見えんけん、ナッピーは私に実は変顔してるんですよ。私はもうそれに耐えながら、この顔をしているんですよ。すごい、見えない。それでしょ。で、気持ちを込めたんです。ナッピーの変顔は今私には見えないと思って、私は撮り鉄を見ていると思ってね、こうやってね見てたの。そこがなんか印象的なカットであり、まあ、楽しかったなという思い出と、あとはまあ水穂選抜ではまた違う表情をしているので、そこも注目だなと思います。見てください。はい、見てください。ということで次はいぶき。はい、いぶきはじゃーん、こちらもう一番最後のシーンなんですけど、うわこちら、うん、
まあたくさんね踊ってるシーンとかいっぱいいろいろあったんですけど、やっぱこのシーンもうほんと最後のうわっ合っちゃったみたいな思って、なんかノートに皆さんあの書いてるの見ました？またなんか2人でこうちょっとやりとりみたいなしちゃって、そこでもう一番最後にもう合っちゃって、なんじゃこりゃってなっちゃいました。もうこれもう1人でわすごいって思いながら何回もここ見ましたね。それ本当にすごい、なんか珍しいそこ好きっていうのなんかおって思いまして、一番最後の最後に出会ったので、皆さんも多分同じ気持ちになってくれる方がいらっしゃると思うので、ここにもいろんなところでね、なんかこう見比べると、あここはこっちこうとこことはにゃはにゃこことここがマッチしてるのかなみたいなところがあると思うのでね、見比べても何回も何回も見比べて謎解きしてみてください。してみてください。嬉しい。いぶきちゃんもさ可愛かったよ本当に。そうお団子をねコペンみたいなしてもらったんですけど、コメントがね割とねこれはねちょっとね遅れてるんですけれども、なんかみんながねなんかいいペアって書いてるよ。イエーイやったー。私なんかちょっと姉妹みたいですよね。ということで私たちのねここがいいというところを教えて、うん、教えてというか伝えていきました、はい、以上君とどこか行きたい MV プレゼン大会のコーナーでした。イエーイパフパフ嬉しい。それでは次の企画に行きましょう、はい、続いてはツバメ選抜の水選抜、今日ね滑舌悪いんですごめんね。今日は続いてはツバメ選抜と水尾選抜での対決企画となっておりまして、対決する企画内容は、イエスかノー選抜メンバーズゲーム。イエーイ、パフパフポン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 。ありがとう。こちらはイエスかノーで答えられる質問を5回して、相手が思い浮かべているメンバーが誰なのかを予想するゲームです。出題する人は自分が所属する選抜チームのメンバーの名前を1名紙に書いて相手に見えない状態にしてスタンバイします。なのでコメントとかはね、まあ、多分言う人がいると思うのでね消したりこうするんですけれども、予想する人はイエスかノーかで答えられる質問を3回して、出題者が紙に書いたメンバーの名前を予想し正解することができれば1ポイント獲得です。交互に出題した、出題と予想を繰り返して先に3ポイント取った人が勝ちというルールになっております。なるほど。ちなみにカンニングは禁止なので、はい、コメントは見ないように、そして私たちも見えないような感じにしたいと思います。はい、じゃあ先攻後攻決めていきたいと思うんですが、じゃんけんにする？あっち向いてほい。あっち向いてほいなの？はい。どういうこと？はい、最初グーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。最初グーじゃんけんぽい。ジャブ。はい、はい、こうでしょ。あっち向いてやったー。弱いってそれ。じゃあ先攻いきまーす。はい、どっちが先攻になります？これは先攻ってことは、いぶきが出題する。はい、私に見えないように。そうか、今コメント見てる。うん、それではじゃあいきまーす。声がでかいという人は音量を下げてください。でもさっきもめぐちゃん出てたから割と一緒じゃないですかって思うんですが、どうでしょうか。はい、あ、書いたの？もう書いたの？はい、分かった。じゃあ私が質問するね。はい、それは、はい、いぶきと同期ですか？ NO NO? はい、いぶきとよく一緒にお出かけ行きますか？ NO センターですか？ NO いい、当てるよ。同期じゃないんだよね。はい、同期じゃないね。あ、はい、勘だよ。実はねねちゃん。ブブー、正解はおねちゃんです。あー、ありがとう。やったやった。え、これはいぶきやった。じゃあいぶきが1ポイントということで、はい、続いて私が絵を描きたいと思います、はい、よし、いきます。書きました。はい、では私にちょっと見えた。あ、これ全然違う。あ、じゃあいきます。週のメンバーですか？
イエス。ほうほうほう。ちょっと待ってくださいよ。髪の毛がない時期がありましたか。髪の毛がない時期がありましたか。前髪が長い時期がありましたか。わかんない、どうだろうか。イエス。イエス、うん、イエスだと思う、うん、イエスイエスイエスです。やばいぞ。髪の毛が綺麗ですか。いやーイエス。あ、そりゃそうか、うん、はい、いきます、はい、それはまどちゃんです。ブーなっちゃんでした。実はね、松岡なっちゃんね、前髪ない時期あったんですよね。ありましたよね、皆さん。ファンさん、ファンさん、昔から応援してるファンさんは気づいていたでしょう。じゃあお互い1ポイントずつということで、ほういいんじゃないんでしょうか。いいんじゃないでしょうか。すごい、この列車。じゃあ、はい、うわー、いい勝負、いい勝負。皆さん、たくさんゲットしてくれてる、ありがとうございます。はい、あ、かけたみたい。はい、いきます。はい、いぶきと同期ですか。の、一緒のチームですか。の、待って、若手言います。一緒のチームではなく、あー、いや違う、あ、分かっちゃったかもしれないです。名前が、待って、名前が、あかりちゃんですか。イエス。あれ、これある。じゃあ、正解は私のあかりちゃんですか。2ポイント、1ポイントで、はい、ということで、あ、2ポイントいったから勝ちという、まだか。じゃあ次、私が出しますね。はい、ちょっと見たい。はい、わかりました、できました、書きました。誰でしょうか。どうしよう。じゃあいきます。はい、同期ですか。 No。 じゃあみくちゃんより年下のメンバーですか。 No。 え、そんな。リットチャームのメンバーですか。 No。正解はまいちゃんです。ノー、うちなさんでした。なんで。やばいよ、やった、え、負け、勝っちゃったということでですね、ツバメ選抜の勝利、やったやった。それでは以上、イエスカの選抜メンバーとゲーム対決のコーナーでした。パフパフピピピ、やったショールーム、そのメンバーがやってるのに、絶対これやってる、いやいや、その質問は違う違うとか思ってたけど、うん、意外と難しかった。意外とやったら難しいよね、本当に。それでは次がもう最後の企画になっちゃいます。あ、いや、今何時くらいなんですかね。お、50分、いい感じ。いい。それでは最後の企画、君とどこかへ行きたいオリジナル MV を作ろう。ありがとうございます。こちらは前回のサイクリのリレー配信の時にも行った好評だった企画なんですがね、はい、6日間のコラボリレー配信の映像を一つにまとめて、君とどこか行きたいのオリジナル MV を作ろうという企画です。一組
組30から60秒くらいの自由演技でパフォーマンスをしてもらって、その映像を君とどこか行きたいの音源に合わせたものを後日 HKT48 の公式 YouTube で公開します。どんな動きにしましょうかね。どうします、もう可愛さでいこう。じゃあ可愛さで、可愛さでいこう。はい、じゃあなんか2人でなんかやりたいよね、うん、こっちもあってやりますもんね。よし、何がいいかな。なんかノリでいけるよ、ノリで。近めにしますね。いきます。えいトン、えい、あーできた、できた。ほう、あ、光が、あ、でもこっちに映っちゃう。みくちゃんちょっと話しちゃいましょうか。じゃあいきますよ、みくが用意スタートって言いますね。いきまーす、よーい、スタート。わー、どうしよっかなー、ハートショット、大好きー、みくちゃん推しになっちゃえ。出ちゃった。イエーイ。今年の夏は暑くなるって気象予報士が言ってた。髪を短くしようかな、君がうなじを見せ、キャー、うなじ見せちゃった。あ、終わりました。結構長い。結構長かった。ありがとうございます。これ外髪に戻します。はい、ドリア。わーい、こんなので編集の力も頼っちゃうぞ。頼っちゃうぞ。よし、頼っちゃうぞ。はい、ということでいい感じだったんじゃないでしょうか。視聴者の皆さんどうでしたか。よいよ、みくちゃんがいっちゃんかわいいよ。なことない、べちゃんがいっちゃんかわいいよ。はい、ハートしよう。見える。スクショしただろうか。ということでですね、どんな MV に MV が完成するのか、皆さん楽しみクリー武器になっててください。ワクワク、ワクワク。それでは以上、オリジナル MV を作ろうのコーナーでした。イエーイ、はい、ということであっという間でしたが、私たちの組はエンディングのお時間になりました。はい、ここで改めて今回のコラボリレー配信限定の CD 購入特典の説明を、いぶきさんお願いします。はい、この配信中にショールームから上位ジュピシャピア、この配信中にショールームから14枚目シングル君とどこかへ行きたいの通常版を予約購入できるようになっています。さらに配信中に購入していただいたお客様全員に配信をしている HKT48 メンバーの2インチサイズの君をどこかへ貼りたいシールをプレゼントします。はい、プレゼントします。またそのうちいくつかはメンバー直筆サイン入りのシールがランダムで含まれています。シールの絵柄はコラボ配信をしているメンバー2名のうちどちらか1名を選んでご購入いただけます。私たち2名のシールがゲットできるチャンスもあとわずかなので、お買い逃しの、お買い物、お買い逃しのないようにお願いします。はい、ちなみに予約購入の方法は画面に表示されているショッピングカートのボタンを押すと購入画面が表示されるようになっているので、こちらをお願いします。ただし商品の発送が遅れてしまう可能性もあるそうなので、その点だけご了承いただいて CD の到着をお待ちください。はい、そして
HKT48 からのお知らせです。5月5日に14枚目君とどこかへ行きたいの MV が公開されました。ショートバージョンですね。で今回はダブル選抜で2パターンあるので、ぜひ見比べて楽しんでください。はい、5月、あ、そうですね、続いて、それでは、あ、もう次のメンバーにバトンになっちゃいますけれども、リクアワの告知をここでさせていただきたいなと思います。じゃじゃじゃーん。投票は、11日の10時からとなっております。明日だね。わー、楽しみ。今回はどんな曲がランクインしてね、どうなるのか、すごいね、初のね、リクアワなので、うん、楽しみにしています。ワクワク。じゃあ今日どうでしたか、イブちゃん。今日はですね、事前にもミクちゃんに楽しみですねっていうやり取りをしてて、本当に楽しみだったので、もう予想通り楽しかったです。ミクも予想通り楽しかったです。本当に、いやね、もうすごいファンの方もね、楽しんでくださったんじゃないかなと思います。最後にスクショと来てるので、よし、仕方がないな、いいだろう。いきます。次は何のポーズがいい？何？じゃあ敬礼するね。はい、続いて、じゃあニカニカた気がする。はい、ということで、え、結構さ時間ないかなと思ったけどさ、パパって進んだらね、あっという間だったね。ファンの皆様あっという間だったと思います、はい、ということで、ここでね、いろんな、なんかギフトを投げてくださったりだとか、あとは飛行機とかすごい飛んだりしていて、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。これはみんなランキングとか読んでるんですかね、どうなんだろう。もうね、時間がね、ないですもんね。ファーもね、こっちはね、何も反応しないから大丈夫かな。はい、はい、ということで、見てくださって本当にありがとうございました。次の配信はですね、21時からはなちゃんとりみかが配信いたしますので、皆さんそちらの方もぜひ見てください。こっちですね、イエーイ、12日を楽しみに待っていてくださいね。楽しみ、ありがとうございます。楽しかったです。うん、いつもお疲れ様でした。はい、もうバトンをしていいんですかね。一言ずつ。じゃあいぶきちゃんから。はい、今回はですね、いぶきは初選抜で、この曲に参加させていただいているので、皆さんにとっても、HKT48 にとっても新しい年っていうか、そんな感じなので、大切な曲になっていただけると嬉しいなって思います。はい、今回は後輩と先輩で分かれて2チーム、違う MV があったりするんですけれども、後輩チームのキラキラ感だったりだとか、先輩チームはですね、今までの歴史を合わせたこう、なんていうんだろう、ものを感じる MV にもなっているので、まどちゃんも最後のシングルとかなりますので、なんだろうな、もういろんな思いを込めてこの曲を聴いていただきたいなと思うし、やっぱこのご時世なので、まあ、気軽にどっかにお出かけするとかできないんですけれども、いつか大切な人と一緒にこう出かけた時に聴きたい曲でもあると思うので、たくさんの方に聴いていただけたらいいなと思います。1年ぶりのね、シングルになるので、私も私たちメンバーも、そしてファンの皆さんもすごい楽しみにしていたと思うので、たくさんの方に聴いていただけたら嬉しいです。嬉しいです。ということで、次のペアにバトンを渡したいと思います。次のメンバーは、はなちぃとりみかちゃんです。はい、それでは、HKT の田中美久と石橋美希でした。